うまい。うまい。ハロー、ニーハオ。スマブリー。スマケジャパン。タカです。ナマサヨショー。イエーイ。ハリーにきたブラダーでカンポンパー。カンポンバル。ということで今日はカンポンバルのトムヤム3000の。トムヤムってことはタイの料理かって思うじゃないですか、うん、でもここメニュー事前に見たらなんかエビフライとかエビフライそうなんか日本のおーおーおー多分マレーシア風エビフライだと思うんですけどそういうねトムヤム以外のメニューもあったんでちょっと行ってみたいと思います。行ってみましょう、はい、行ってみましょう、トムヤム3000と3000年までやるよって。あ、そうじゃないかな、これ。これ。いつらいだ。うまそう。これ食べたい。はい。How's everything? Okay. 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 Yeah. でも普通のトムヤムもある。そうですね。トムヤムもあるし。とりあえず、まあちょっと座って注文してみよう。あ、これパスタでしょ。これだ。パスタ。これにしたい。これ、うん、じゃあこれ1個ね。僕これにする。これ1個と、これ。エビフライね。これはもう外せない。じゃあ、ソタは他には何がいい？ちょっとどうしようか。ソタ、見つけてしまった。あ、食い手を感じるじゃないですか。コメントでよく、食い手を食う、もう食べるべきだってコメント来てるんですよ。そう、よく見るよね。一回食べたんですよ。あ、そうだよ。シャーフードコートっていうフードコートで食べたんですよ。だいぶ前だよね。そうっす。Actually, may I have you? Thank you. This one. This one is the... Chip? Chip carbonara. Ah, yeah. Satu.食い手を食う。I am. Satu.Very well. Siki. あとこれだね。あ、エビフライ。エビフライ。うどん。チェロチェプン。フライ。ああ。うどんこれ。うどんこれや。あ、これアップル。言えてない。見て、おしゃれ。なにこれ。おしゃれすぎる。やば。そしてこれな。エビフライ。めっちゃうまい。絶対これうまい。で謎のソースね。で謎のソースと俺のこれ。クイチョクンプ。はい。絶対うまい。ね。じゃあ、どうぞ。あざす。いただきます。あ、なるほど。これがクイチョなんだ。あ、揚げられてんの？これ食い手よ。ほんとだ。で、これ絡めてくるんですよ。なるほどね。いただきます。あ、うまっ。うまい。うまっ。これがうまい。なんか、あんかけ？うん。へぇー。あっさり。最高。いいね。うん。じゃあ、僕は。ちょっとね、あのおしゃれにパスタなんか言っちゃった。なんだっけ、シーフードスペシャルシカルボナーラ。これ大丈夫ですか？手でいかないですか？これ。大丈夫です。ヨウさ、意外とタカはこんなんできる人見せたいやん。なんかほら雑な男と思われてるから、まあ、実際雑な男なんだけどさ。じゃあ綺麗に行ってみてください。任せろ。はい、まあこれをなんかこうし。2つでした。
雑どころの騒ぎじゃない。泡展望だった。リベンジ、リベンジ。リベンジ、リベンジ。ああ、Thank you。優しい。何も言ってないのに持ってきてくれた。はい。ということで。リベンジ。はい。よし、今度こそ行くよ。ほっ、はい、これをこうして、はい、できてない、できてない、できてない。ちょっと待って、そんなにやった。うん、うまい。カルボナーラだ、めっちゃうまい。軽くパスタの食い方ってそんなにやばい。スプーンで食ってんの？俺スプーンで食ってる人初めて見たんやけど。そうか、普通は。普通に戻った。ちょっとエビフライ、これソースね。まずじゃあこっち何ソースだろう。サワークリームかバターソースだと思うんだけど。うまっ。食べたらサワークリームでもバターソースでもない。あ、じゃあ何？わからない。任せろ、ジョーちゃん、任せろ。こういうのはね、僕が当てていく。辛い？いや、辛くないです。うん、美味しいよ。でもわからない。あ、なんかもうさ、手触りでわかる。絶対うまいやつやん。はいはい、頑張って頑張って。あ、うまうまい。うん、水晶クルーうまい。水晶クルーうまい。うまいうまい。てか、どこかの店見つけたっすかね。そういえば視聴者から息子を出せっていうコメントがすごい入ってますが、お父さんどうですか。いや、出しますよ。はい、もちろんもちろんもちろん。なんかね、このレンを使った動画、どんなのか見たいんかなみたいな。ああ、コメントで教えてほしいですね。どう、だってコメントすごくないですか。今450件来てて、本当に450件ぐらいのコメント。俺たち何なんだろう。タカトスはもういらないですか。ただやっぱね、でも そういうコメントをいただけるだけでありがたいから。確かにありがたい、ね、それはもうね、じゃあもうレンはまた何度か準レギュラーですよ。準レギュラーですよ。今後出して親子送ってます。幼稚園が休みの時に連れて行く。はい、完食でーす。もう最高、マジで最高だったね。はい、食いてよ、クンフエビフライ、なんだっけ、普段なんとかとかかんとかとスパゲティパスタカルボナーラ、カルボナーラめちゃくちゃうまかった。はい、最高っすね。もうさ、名前からかっこいいもんね。トムヤン、フリーサウザンド、かっこいい。めちゃ美味しかったし、もう名前もいいね。で、メニューがめちゃくちゃいっぱいあるんで、そうそう、よかった。はい、俺多分カンプンバレーからほぼ10分ぐらいなんですよね。あ、なので、で、夜中1時45分までやってるんですよ。細かっ。はい、本当に1時45分までやってるんで、ぜひ気になった方来てみてください。それじゃまたねー。チャンネル登録よろしく。イエイ。名前さんやリキ、あ、リキ、リキ、リキ、マイネーム、わさび。おっ、Thank you. Thank 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 you.